彼の人生地理学から発達した思想、価値論による大善の生活を説いていた。なるほどね。しかし今のあんたのような考えなら、貧乏人はいつまでも貧乏人、金持ちはいつまでも金持ち、女房運の悪い奴は一生女房運が悪い、こうなりますね。え？あんたは奥さんやお子さんとうまくいっていますか？また物質的に恵まれていますか？そうじゃないから悩みがある。それをあんたは運命だと諦めてしまい、積極的に解決したり切り開こうとはしない。人間の運命の転換は値打ちのあるもの、つまり自分にとっても他の人たちにとっても価値のある生きがいみたいなもの、それが何であるかを考え自分で作り出し、そしてそれを思い切って実行することによって初めて始まるんです。運命の転換は自ら価値あるものを創造し、その実践によって始まる。意味はまだよくわからなかったが、この言葉は戸田の胸を何か矢のように貫いていた。戸田は叫ぶように言った。先生、私を先生の学校の教師として採用してください。必ず必ず一人の劣等生もないように教育してみせます。牧口はその時戸田にこう答えた。君は将来大成功をするか、それとも大失敗をするか、そのいずれかの人間だな。戸田は牧口により西町小学校に代用教員として採用された。がその後牧口は三笠小学校に転任した。牧口の価値論に深く傾倒した戸田は、異常とも思える強引さで牧口に従い三笠小学校へ転任した。だが戸田は何を思ったのか、2年ばかりで突然三笠小学校の教員を辞めてしまった。保険の外交員、紙芝居や下駄の露天商、こうした職業の変遷のほかに、大正12年の関東大震災には、新潟から米を運んできて金を儲けたり、奔放不羈、彼の行動は全く誰にも理解できない。そしてその年に目黒の上大崎で自習学館を開く。戸田君、はい、やっと君の気持ちが分かったよ。あ、僕の価値論による創造的な人間をどうして作るか、普通の学校教育では所詮不可能だから、いろいろな職業で金を貯め、それを実際にやってみようと。いえ、そんな大それたもんじゃないんです。まあ、とにかく上級学校への受験生をこれは対象にしています。ところでもう一つの日本小学館というのは、あれは出版社です。出版社？はい、僕は今水式三実っていうのを考えてるんですけども、これがもしうまくいきますと、先生の創造的価値論創価教育体系っていうのは、これはもうぜひ出版させていただきます。まあ、社会的に価値のあるものには彼の方も大きくついてもある。戸田君、僕は理論家だが、君はその実行実践家かもしれないね。戸田君、はい、僕は日蓮召集に入信した。日蓮召集？目白商業の校長に三谷祖慶という人があり、はい、僕の価値論に対し金々話し合いたいと聞いておったので会ってきた。はい、まるでそれは真剣勝負だった。だがわしは負けた。
負けた。勝ち論の根底は小善から中善、中善から大善へと進む善の生活だ。しかし大善とは何かというと、この人間社会のためというひどく広い漠然としたものになってしまう。そしてこれを理論的にさらにもう一段階進めると、これは哲学を超えたもう宗教の問題だ。日蓮召集には何が大善であり、あらゆる一切を変えていくもの、それが何であるかをはっきりと示している。とにかく君も入信したまえ。入信？あ、いや、それはまあ先生の言われることですから、その通りにはいたしますけれど、しかしすぐに行きたまえ。池袋の常在寺か中野の寛喜寮へ。キリスト教の牧師は神の存在の否定を強く要求された。日本には昔から神はアマテラス大御神しかいない。また莫大な予算を使い多くの人命を奪う戦争は罪悪であり、千人針や神社参拝は迷信だと主張する仏法僧は容赦なくことごとく検挙された。すると6日に逮捕された吉田君は釈服が原因なのかな。いや、それは単なる名目だけで、狙いは不敬罪だ。ええ、町内会から伊勢神宮のお札を持ってきたが、吉田君はこれを祀らずに3日の日に燃やしてしまっております。その伊勢神宮の紙札をどう扱うかだが、これは学会だけでは決められない。ことは日蓮召集そのものに対する大問題だ。同じ日蓮召集のものの中で、受け取るもの、受け取らないもの、あるいは祀るもの、祀らないもの、こういうふうにバラバラではいけないというのですね。そうです。伊勢神宮の紙札はどう扱うか、本山ではっきりとしていただきたいのです。しかし前にはご遺文削除の件もあり、祀るとか祀らないとかいうことではなく、一応受け取るだけは受け取る、こういうことでいいのではないかと。そんな曖昧な、いいですか。伊勢神宮の紙札を拝むようなことなら、日蓮召集は滅亡してしまったのも、いや、拝むのなら拝んでもいい、わしも拝む。問題はその先です。一州一派が滅びることはいい、しかし国が滅びることは許されません。政府の宗教政策は明らかに間違っている。拝めというなら拝むが、その上でこの間違った宗教政策を根本的に直させるため、今こそ国家勧業を行うのです。先生、本山側の意向はどうであれ、私は先生に従います。先生のお考えに間違いはありません。私たちは後に続いて実行あるのみです。指定不二です。指定不二、
君も案外法華経を。いや、それほどでもありませんが、私も一応は信者ですので。戸田君、君と僕とは不思議な縁だね。は。二人とも裏日本の生まれで、大きくなったのは北海道。人生の振り出しは共に小学校の教師だ。本当にそう思います。先生も私も子供の時から見てきたものは多分同じものではなかったかと。同じもの？北の海、日本海です。そうかもしれないね。いや、四五年前、生まれ故郷へ釈服に帰り、久しぶりに日本海を見た。戸田君、もう一人同じ日本海を見ていた方があった。今から721年前の文永8年から3年間、向こう側の佐渡島からだ。それから1ヶ月後の7月6日、同じ日に逮捕は会長と理事長だけではなく、この二人を入れた幹部21名が根こそぎである。教書、そんなものを君は勝手に書けよ。どうせ僕の言う通りには書かんだろうからね。それよりもね、僕の面会のは一体どうしてくれるんだろう。面会？誰に？僕はね、宗教活動もやったけどもね、経済人なんだ、ね、経営している会社は17、その状況が気になるしね。社員だって僕の指示を受けるために会いたがってる。黙れ！貴様は国賊だぞ！逮捕者に対する取り調べは過酷を極めた。犯罪容疑は治安維持法違反と伊勢神宮に対する不敬罪である。警視庁の留置所は40日余りで、刑務所内の拘置所に移された。早く歩け、早く。ここだ、あれ。いや、布団はそこでいいかな。ちゃんと畳んだぞ。あ、これ取れ。おい、はい、便所こう。これは洗面所だ。分かったな。ここにボタンがあるから、用があるときはこれを押すんだぞ。あ、取り調べは遅々として進まなかった。危険分子を社会から隔離するのが目的だったのかもしれない。意外に長いな、お前の取り調べは。大体お前、宗教関係の連中なんてのはな、2、3ヶ月で消えついてんだよ。何の罪もないんだから調べようがないだろう。そういう態度だから。お前、今日の取り調べはな、検事局じゃなくて調査場所だ。あ、少しはお前おとなしく俳優会と後にされたらいいよ。あ、ちゃんとするんだ。次もちゃんと飲む。手を出せ。裁判所との往復は規則を守っておとなしくする。騒いだり手こずらしたりすれば
後でどうなるか分かってるな。死んだ。もう一匹は逃げた。こいつは死んだからもう逃げられない。あいつは生きていて命があったから逃げた。するとこいつの命は一体どこへ。こいつの命。正月に読むんだ。さあ決めろ。ちっとも僕の言うものを入れてくれないじゃないか。今度はお正月なんだからね、間違いなく。グズグズ言うな。今度はいいの入れてやっから。ほら、目録。これな。今度もちょっと承知ないよ。ああ、分かった大丈夫だから、お前のおかげ。俺こういう硬いものはね、三畳間暮らし頭が痛くなるってことは分からんのかな、君はな。大臣ね、保険に関してはこっちがご本家ご本尊なんだから、ね、こういうものは読まなくたって君。メガネが壊れそうです。右一度弱く、左一度強くして入れてください。それから会社のこと、心配で毎日身を切られるような思いですが、どうしようもありません。決して廃業などはしないように。正月の本だ。12月31日、昭和19年も終わりです。新しい年の幸せを祈ります。それからわがままばかり言いますが、本をもっと入れてください。特に小説類をもっと。その身は無にあらず、また無にあらず、因にあらず、縁にあらず、自他にあらず。これは前後の関係から言って、仏、仏教でいう仏の正体を明らかにしようとしている。
らずあらずが34。妙法蓮華経南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 妙法蓮華經南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 妙法蓮
消滅秘蔵秘記秘査秘座秘画秘行住秘道秘典秘現状分かりたい。冷える冷えると思ったらとうとう雪に。少し痩せたようだな。当たり前だ。夜が夜なら君今頃あったかいこたつでね、雪見酒としゃれてるところなんだがね、まったく哀れなのはこの子でございだ。そうぼやくことはないよ。僕との約束さえ実行してくれればね。約束？君は前に牧口が転生したらそれに従うと言ったね。先生が何か死んだよ。
去年の11月18日だ。老衰と栄養失調で病患に移されていたが、心臓発作だった。何しろ七十四だからね。君にはもう少し早く知らせようと思ったんだが、事件が忙しくてね、なかなか会うチャンスがなかったんだよ。これまでの君はただただ牧内の支流目に乗ってきたことだけだし、もうこれからは誰に遠慮も極めもいらないよ。法華経からはあっさり足を洗ってしまってね。私は不祥な弟子でした。法華経の本物がどんなものか分かった時には、先生はもう、私は今荒野の果てに一人で取り残されたような気がします。先生、私はこれから先生の意志を継ぎ、一人で、どこまでも一人で。将来大成功をするか、それとも大失敗をするか、そのいずれかの人間だな。